皆さんこんにちは、久保翔です。今回なんですけども、東大の推薦入試で女子の比率が増えたって本当ですか？これね、実は本当なんですよね。ちょっとね、記事を扱ってみたいと思うんですが、東大推薦入試の結果から女子優遇措置を考えるという記事になっております。2024年2月13日、東京大学で2024年度の学校推薦型選抜の合格者が発表されたと、いわゆる東大の推薦入試ですね。で、志願者は256人で、うち女子は118人、合格者は91人で、女子が42人だったということですね。で、実際志願者のうち女子の割合が 46.1%、 そして合格者の割合も 46.2% ということなので、別になんか女子だけやたら受かっているとか、女子が全然受かってないとかではなくて、概ねその割合通りに受かっているというところですね。ただ女子の人数比率いずれも過去最高だということなんですね。2023年、東京大学は一般選抜で合格者2997人のうち、女子は653人の 21.8% で初めて 20% を超えたが、それ以前は20年以上 10% 台後半を推移していたと。この現実を考えると、女子が半分近いというのは信じがたかったからだと。結構驚いた方もいるんだろうと。なぜ推薦入試の合格者で男女がほぼ半々になるのか。高校教員からは、女子は真面目でコツコツ勉強するから、東大が推薦で求める高校在学中の活動では女子の方が意欲的でチャレンジングな成果を残しているからと話を聞くことがあると。もっともらしい意見だが、これらは感覚的な受け止め方、それはそうですね、であって、女子だからという精査に理由を求めてより説得力に欠けると。はい、実は推薦入試において女子が多いのはそれなりに理由があると。はい、これね、僕も今から言おうと思ったんですけど、記事に書いてありますね。募集要項においては、学校長は合計4人まで推薦ができて、そのうち男女は各3人まで、ただし男女いずれかのみが在籍する学校においては推薦できる人数は3人までとあると。実際共学校は推薦枠を4人持っているが、男女それぞれ3人までとなっており、4人すべて男子女子というのはダメだということなんですね。一方、男子校と女子校はそれぞれ推薦枠が3人であると。なので共学女子校いずれも3人志願できるようになったということなんですね。で、なぜ共学校に男子校と女子校よりも推薦枠を広げたのか。それはこれまで東京大学に合格者を多く出す学校の分析に基づく政策判断によるものと読み取れると。2023年の東大合格者ランキング上位5校は全て男子校、皆さんも知っている通り、開成、筑駒、灘、そして麻布や聖光学園ですね。こういうところなんですけれども、上位21校まで広げると男子校が14、共学校が6、女子校が1で、男子校が圧倒的に多いと。この状態が30年近く続いている。そこで東大は、男女いずれかのみが在学する学校、現実的には東大の合格者数ランキングの上位の常連校の男子校からの推薦枠を制限し、女子を増やそうとしたことが伺えると。もし共学校、男子校、女子校の推薦が同じ4人ならばどうかと。女子比率はこんなに高くならなかったことは容易に想像できると。もちろんこれは女子枠だけではないということなんですね。はい、やっぱりこれって実質女子枠な気がするんですけど、その辺どう思いますか？この記事では女子枠ではないって書いてありました。今言いましたけども、そういうことですよね。そうなんですよ。やり方としてはね、女子枠ではないです。はい。東工大みたいな女子枠ではないんですけど、記事にも書いてありますが、だが女子を増やそうという巧妙なやり方と言えようということで、同じだと思いますね。東京大学は共学校、女子校の女子にウェルカムという姿勢を示したのだと。言葉を変えれば女子優遇措置であると。女子を増やしたい。これは多くの大学が望むことである。中長期計画に、女子学生を何割にすると掲げる大学がたくさんあるということで、現在、東京大学は女子学生比率を2026年までに3割引き上げることを目標としているということなんですね。で、そもそも、ここからね、今いただいた質問に答えていくことになると思うんだけど、女子枠っていうのは学生募集に馴染まないということなんですよ。女子に対する特別扱いではないかという、そういう男子側からの不満が、ありますよねと、この記事のライターさんが書いています。アファーマティブアクションという、言葉がありますけれども、これによって優秀な人材が高等教育を受けられないというロジックと同じだということなんですね。だが一歩譲って、私、このライター3世、私と言っているのは、私が大学で女子枠があってもいいと考えると。日本社会は長い間さまざまなところで女性が活躍できなかった。大学はその最たるものである。キャンパスが女子禁制だったというわけではない。女子は大学へ行く必要がない。女子は文化系が合っているという社会的刷り込みが蔓延していたからだということですね。いくつかの大学はこれに決断を行い、優れたポテンシャルを秘めた優秀な女子を優遇したいと、理系学部で女子枠を検討するところが続々と現れたと。さっき申し上げたような東工大なんかもここに当てはまりますよね。なので今社会全体で女子枠を増やそうっていう流れになってると思うんですけど、そのことについてどう思いますか？はい、なので、記事の言いも終わりなんですけど、女子枠そのものっていうのは、僕はその必要であるものと必要でないものっていうのがあるんじゃないかなというふうに思っているんですよね。なので、例えば東大のこのルールに対して、僕別に動画でおかしいだろうとか多分言ってないと思うんですよ。で、まずこれは何でかっていうと、女子枠ではないからです。はい、
要は女子枠って名前はついてなくて、実際に一般入試で合格している、まあ、男子女子の割合よりも推薦で合格している男女の割合で言ったら女子が多くなってますよね。ただ別にルールとしては平等になってるはずなんですよ。だってまず共学であれば男女合計4人までで、男子校女子校であれば3人までっていうのところに、まあ厳密に言えばね、男子校の数がどうだとか女子校の数がどうだとか共学校の数がどうだとか言えますし、例えば改正って400人もいるのにそこから3人かよとか、まあいろいろ言えますけど、ただ基本的には飛び抜けた人材を取る数少ない枠として推薦をやっているという、まあその前提、そして別にね、偏差値が高い高校だから枠多いですよとかそういうことをやっていないという意味で、まあある種一定の平等性が担保されてるじゃないですか。でしかも別に共学校であっても優秀な男子がめちゃめちゃ実績を残して、じゃあ推薦の枠取るぞで、たまたま学年にそういう優秀な子が3人いたら3枠取れる可能性があるわけですよね、うん、ということは著しく例えば男子の何かを制限しているわけではないし、逆に優秀な女子がいれば女子はね4分の3確保してもいいわけですから、別に問題ないということですから、まあ、正直ですね、個人的にはここに対して批判する気はまずないですと。ただそのいわゆるもう女子しか受けられませんよ、女子しか入れませんよって枠はどうなのかなって思うんですよね。で、まあ、正直ですね、まあ、以前も東工大の女子枠に関して結構モロモロする動画を僕は発信をさせていただいて、まあ、その大学側ももっとやれる工夫があるじゃないかと、まあ、寮を作るとか学費免除するとか、そういった形で結果的に女子が増えるような施策を取っていくべきじゃないかっていったところ、結構コメント欄でね、まあ、その賛同の反応もあったし、いやもう大学はすでにそういう施策をやってますよってコメントもいろいろありました。で、それ自体ももちろんわかります、いろいろ大学側がやってることもわかるんだけど、僕としてはその基本的なルールとしてその男女っていうものをある程度平等に見たルール、ただその時に女子の人の可能性も制限されず、伸び伸びと勉強ができる、受験ができるっていう方に持っていくべきかなって思っているので、ピュアなね、女子枠っていうのは、まあ分かりやすいし、いいんだけれども、まああんまりそうですね、なんか納得はしにくいっすかねっていうのが個人的な理由かなというふうに思います。うん。なんでかというとね、これ以前東京の都立高校の入試で、女子と男子の枠があったから女子の方がまあいい点数取らないと高校に入れないみたいなことがあるみたいな、まあ、そういうニュースがあったじゃないですか。だから僕こうなってきちゃうんじゃないかなって思うんですよ。つまりどういうことかというと、もう女子の割合を一定数にするってもう決めきるなら、ぶっちゃけ男女別の入試にするのが一番いいですよね。極論そういう風にやっていくと、当然まあ男子5割女子5割とか、まあ分かんない6、4か分かんないけど、そういう風になるわけですよ。そうなった時に、例えばね、じゃそういう枠があるからそこを受けようってなってた時に、もしかすると枠があるせいで女子の方が難しくなっちゃうみたいな、そういう危険とかもあったりすると思いますし、あとそもそもその志望する人をもっと増やさないといけないと思うんですよね。だ別に東大に関しても別になんか女子がなんか東大行く学力がないとかそういうことは僕は全く思ってなくて、ただやっぱり一般的に言うとね、例えば理系で言ったらやっぱ男子の方が多いですよ。で文系で言うとやっぱ女子の方が多いですよとかっていうところがあるわけですから、まあ正直それをもっと別にね、男とか女とか関係なく文系でも理系でもどんな学部でも行っていいんじゃないのっていうところをもっとよくね広めていくべきだと思います。まあただね、正直ね、あんまりこれをまあ国が強烈にリードしなくても、時代の流れとか大学側の工夫でそうなっていくとは思いますね。個人的にはこれなんでかというと、もともと女子の受け皿ってどんな大学だったかって分かります？女子の受け皿ですか？はい、もうそれこそなんかお茶の水の生活科学みたいな、そういうところですかね。まさにそうなんですよ、うん、つまり女子大だったんですよね。女子大のその家政系だったりとか、まあ、その言い方悪いけれども、まあ、将来ね家に入ることをなんかちょっと前提に考えたような、まあ、そういう学部学科だったわけですよ。で歴史ですよ、今はそれが当然なんて僕全く思ってないですからね。ただ今どうですか、人気があるかないか、皆さん分かりますよね、まあ、人気ないんですよ。でも進学率は増えてるわけですね。じゃあどこ行ってるのって言ったら、まあ普通の文系学部行ったりとか、まあ当然ね、いやいや私はもう理系でいろいろやるんだって言って理系に行かれたりしてる人もどんどん増えてるわけですよ。なので正直なんか国が無理やりね、女子枠作れとかね、女子優遇しろとかっていうふうになんかちょっとこう反論招いちゃうような号令をかけなくても、もうちょっとね大学側のいろんな取り組み、例えばその奨学金をねもう少し出していくとか、まあ寮生活できるように設備を整えるとか、あとはまあなんか女性がねやりやすいなんかそういうコミュニティを大学が作るとか、でそういうところに国がねこうまあ支援援助していくみたいな、まあそういうやり方で僕は十分このまま進んでいくんじゃないかと思います。少なくとも例えばね、女子率が2割だった大学が今年急に4割とかって無理なわけですよ。どうしてもちょっとずつ上がっていくことになると思うので、まあ、そのちょっとずつっていうのの傾きを少しね上げられるような工夫っていうのを大学がしていけば僕はいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただ根本的にまあ言いたいこととしては、もっと深い話もあるんですよ。正直ね、
国によるだろうっていうのもあるんですよ。その文化もある。その文化というのは、例えば、まあ確かに欧米ね、アメリカとかヨーロッパとかそういう国っていうのは、まあその男女平等が当たり前だし、男と女で何もね違わないんだというのは前提じゃないですか。ただ例えばじゃあ、まあそれこそイスラームが強い国とかって今でも男性と女性で違う格好をしてますよね。うん、だし例えばその女性が男性みたいな格好をしたら、まあ多分相当社会的に批判を受けたりとか、まあいじめられたりとかするじゃないですか。うん、でそれってじゃあ間違ってるのかって言われたら、多分そういうこう宗教観だったりとか文化で生きていることだから、本当の意味で多様性っていうなら、それも世界の中では一個の考え方として認められるべきといえば認められるべきだと僕は思うんですよ。うん、ただそこにいる人たちの、まあ、人権が侵害されてるならダメですけどね。そうだから正直これ難しい問題で、じゃあ日本の価値観とか日本人の考え方を全部西洋的に変えてですね、何でもかんでも同じようにアメリカとかヨーロッパの真似をすればいいのかと言われると、必ずしもそうではないんじゃないかなとは思う。そう、ただね、ただ一個言えることは、今日本ってめちゃめちゃ経済的に厳しくて、で日本を良くしていくの時にどうしなきゃいけないかっていうと、例えば日本には石油が出ませんとかね、まあ、トヨタとか製造業は強いけれども、まあ、でもだんだん力も落ちてきてますとかっていう時に、まあ、とにかく研究力ですよね。理系的な研究力をもうバチコンって上げていかないともうどうしようもないわけですよ。その時にね、もう男だけの力ではやっていけんってことは分かってるわけで、じゃあ女性をお願いしますと、力貸してくださいと、そういう意味で理系女子を増やしていくってことには僕は賛成なんです。はい。ただね、何でもかんでも、そのね、アメリカの大学のアファーマティブアクションみたいな、そのアメリカとかね、ヨーロッパみたいなものの真似だけしていればいいわけじゃないとは思いますと。そういうことですね。なので、別に僕はその理系の女子の方が増えることはむしろ大賛成だし、むしろ女性の力を借りてね、その理系を盛り上げていかないと、もうこれから日本やばいぞと、大丈夫かな、僕ね、お墓に入るまでにもう日本終わっちゃってないかなとか、日々心配ですよ。そう。だからそういう意味で言うと、本当ね、女性の力も貸しなさいというのがね、本当のところなんですが、ただ、アメリカやヨーロッパの真似だけしていればいいかというと、違うぞということはね、思います。はい、そんな感じで今日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。厳正版タイガーファンディング被害者募集中、詳しくは概要欄から。